Thank you.
さて、監視者の…察しが悪いですわ。あなたを彼らから引き離す方便に今のうちに地上に戻って人を連れてくる段取りを進めてくだ…そういうことでしたら…どうして本当に急がないとダメなんだ。あなた方は本当に私たちのことを。来たー。大丈夫、彼らも私も怒りません。そんなことは。何千年もかけて月を開拓するのは使命だとしても決して楽なことではなかった。それでもあなた方はやり遂げ、そして…名前？私たちの現代語での名…ええ、名前とは己を表す大事なもの。私たちが親しみやすいようにと今の名前を選んでくれたアーテリスの住民を心から思い案じてくださっているのは疑う余地もなく。ああそうだそうだとも。俺たちはハイデリン様のあの星に暮ら大好きなんだ。あの青い星は月を開拓しながら僕ら自身の気持ちも、僕らはあの青い星にいるみんなと会いたく。だからどうかお願いです。週末から逃げて月に来て。間違ってたのならいくらでも直しますから。間違っていたのではありません。ただ知らなかったというだけのこと。例えばシンギングウェイ、あなたの名前の由来と。地上には数えきれないほどの歌がある。それらは喜びや悲しみ、あらゆる思いや祈り。マッピングウェイ、あなたの名前になった言葉はあの広大な星。アーテリスには高い山があり、広い海があり、彼方まで続く草原がある。あなたは…失礼。プディングウェイ。それは…ふむ、言葉で説明するよりも作って差し上げられればいいのですが。ピクシー族に習った魔法が使えるかもしれません。そしてリビングウェイ、あなたの名前の意味を説ですが。そうですね、私がまだ子供だった頃、読書を邪魔してくる幼馴染に戯れのつもりでその言葉の意味を問うた。彼女はうんと悩んだ後に、まだ読めていない本の続きに期待すること。今話している誰かとまた話せたらいいなと思うこと。よくわかりませんわ。
私もまだ学んでいる途中です。ですがこれを。インクです。アーテリスと同じ青色の。私が嘘で扇動せずとも、人は必ず。どうかそれを待ってはいただけないでしょうか。人を知っていくうちに、付き合い方や月の変えるべきところが見えてくるか。何より互いにとってより良い分かりました。ぜひお願いいたしますわ。お聞きの通りです。私はここに残り。サンクレット、あなたはまさかリーンを見捨てるような選択はしないでしょ。他の皆さんも同様です。きっと最後の瞬間だからこそです。いざという時は月で逃げられる段取りがさ。分かった。俺たちがしくじったら、あの星の連中を必ずお前が救ってやってくれ。ええ、そのような時にはあなた方ごと引っ張り上げますので、ご容赦を。勝手に焦ってしまって、あなた方にも失礼。お愛子よ、こちらも強行手段に出てしまったし。承知いたしました。私たちはひとまず人について学びながら、それにあたって協
協力者のことをお伝えしようと思うのですが。ああ、大丈夫よ。同棲者。ご存知でしたの？状況から見てね、あなたたちの話していた協力者の行動に彼らの動きが当てはまっていたのよ。サモン会にかけられてまでラビリンソスや禁書庫を調査しておいた甲斐があったわ。詳しい話は地上に戻ってからにしましょうか。アルフィノたちも。
Thank you.
Thank you.
皆の者。まずは急な召集に応じてくれたことに深く感謝しよう。今日これからする話はシャーレアンの今後、いや世界の今後にま、故にあえて古き議会の在り方にのっとり、近頃国外においてテロホロイと名乗る集団が騒ぎを起こし、それ自体は人の世にありふれた騒乱に過ぎない。しかし彼ら、我々はかつて去るお方から予言を、終末の最悪を招かんとする者、地に名をはず。聞いたことのない予言だ。不吉だわ。災いを暗示しているのかしら。まあ待て、具体的に話したいところだが、そのためにはまず我々にかけられた魔法を解かねば。我らの子の葉を覆う者よ、消えたまえ。これでようやく我…承知しました。遡ることおよそ270年前、我らが祖先は帝地ドラバニア…それについては皆も知るところだろう。だが彼らは探索の最中で開港したのだ。星の意志ハイデリンに。ハイデリンは我らの祖先に先の予言を。星を、月は巨大な船であると。そこに地上の生命を運び、新天地を目指すように。さながら箱舟によって大洪水による破滅を逃れた我らが始祖ニュンクレフのように。事実月にはハイデリンの要する協力者がおり、我々は幾度か持って予言を事実になりうるものだと確信した我らは、この国を発展させると同時に月へと。それを今明かしたということは、まさか。そ、月の協力者から時来たれりの信号があった。もはやいつ星が終焉を迎えて、よって我らはこれよりこの星からの本計画を主導するのは、帝地ドラバニアからの大撤収でも手腕を振るったか。知恵ある者よ、賢き同胞よ、故にこそ我らシャーレアンの民は冷静によどみなく断言しよう。我らの英知はそれを果たすに足るものだと。皆が良き船員となり、凛々しきニュンクレフとなるのだ。必ずやこの荒波を乗り越え、最悪後の新時代を。具体的な方策は追って各機関より伝達する。焦らずに普段の仕事を維持する。
ねえアルフィノ、この前お父様が議員としての活動に心血を注ぐようになったのは、その活動っていうのが星からの脱出計画を進めることなら。ああ、きっと。すまない、少しだけ時間をもらってもいいだろうか。ありがとう、ちゃんと私も一緒に行くわ。伝えたいことは同じでしょ。どうした、また逃げずに戦いとでも言いに来たのか。いいえ、私たちは哲学者議会の計画に反対はしません。逃げることを望む人を、月にはお父様もご存知のウリエンジがとどまっています。何かあれば彼がシャーレアンと月のクルーたちを。お前たちはどうするつもりだ。私たちは様々な土地を旅し、多くの文化や人に触れてきました。そこかしこに地図や書物で見るだけでは測りきれないような、そうしたものを守り、愛し、求め、時に命を。それだけじゃない、シャーレアンや月の技術をもってしても救えない場所にだってかけがえのない仲間がいる。だから私は今度こそ胸を張ってこう答えましょう。彼らのために、彼らと共に。分かってくれってもう言わないわ。ただお父様にも見ていてほしい。子供だからできないとか、賢い者は争いを避けるべきだとか、そういう決めつけはなしで、私たちが走っていく姿ちゃんと見ててよね。邪魔をしないならば。いい短歌だったんじゃない。かっこよかったわよ、二人とも。あそこまで言い切ったんじゃ、無策だってなんだってそうそう音を上げられないな。あげないわよ、最後の最後までここで生きたい人。だとしたら一度しっかり休んでおかないとな。特にお前はゾディアークとの戦いも含めてぶっ続けだろう。今日はもう。それじゃあみんなで帰ろうか。
やあ、もしかし…よかった。眠る前に、どうしても君に…ガレマルドで、初めてテルティウム駅を訪ねた時のことだ。私は、ユルスたちと…クイントゥス殿とも話せてよかったと思っている。けれどあの時、もしかしたら君だって首輪をつけられていたかもしれない。私たちが選んだことで君を突き合わせてしまったことにちゃんと謝罪を。いや、感謝を伝えたいんだ。ありがとう。君にはもう何度これを伝えたかわからないけれど、それでもやっぱり明日からも戦いは続く。あるいは本番はこれからなのだとすると、でも父に返答ができた今だからこそ君に言っておきたかったんだ。それじゃあ私はこれで。私もアレンバルドへの手紙を書いたら休むよ。明日からもまた頑張る。ここから見えていたあの不気味な塔、消えてくれて本当によかった。何でも例のイルサバード派遣団が帝都で元凶を排除したらしい。それで各地の塔もきれいさっぱりだそうだ。ありがたいわ。ラウバーン様たちが防備を固めてくれていたのもあって大きな被害が出なかったのが。でも派遣団といえばガレマルドから帝国人の天パ。ラウバーン様の説明によるとエオルゼア諸国で分担して彼らの治療に当たるらしいが、うちには当面迎え入れる予定は。そう、褒められたことじゃないでしょうけど、同じアラミゴ人の中でだって帝国に組みしていた人たちとどう向き合ったらいいのか悩むことが。そうだな、アラガーナの長が中心になってその辺りを支援する活動が。随分と大胆なご依頼だな。さて、どうしたもんか。おい、大丈夫か。
各地の塔は消え去って帝国の塔だってのに、どうにも食う。獣は解き放たれた。
それらは人々を殺し、町を焼いた。明日は燃え殻となり、塵となった。滅びは影のように漂う。すべてが失われようとしていた。空が燃えてる。皆さん、王国を起き。ええ、アヒワン殿。昨夜のこと、悲鳴とも地鳴り、まもなく空が燃え出した。それに前後して見たことも、いえ、この表現では人が突然転じたのです。恐るべき異形の獣に。異変は島の至るところで起こっていますが、ラザハンで最初に確認されたひときわ強大な獣が特に甚大な被害をもたらしている。我々はその個体を神話に登場する人であり獣である。疑心獣は今島の北側に回って暴れています。これより聖戦士団を送り込み討伐を試み。ブリトラのやつは我々に先駆けて単純。ブリトラ様は疑心獣や獣たちがあのお方の慈悲深さが命と。状況は分かりました。疑心獣の討伐作戦。なんと心強き申し出か。聖戦士団は複数のルートで島の北側に向かっています。暁の皆さんも同様に船で北側にお送りします。上陸地点にはどうか念入りに戦いのお支度を。私は船着き場で。準備なら抜かりないわ。
出番だな。勝てるはずよ、必ず。
邪魔はさせない。
行け。なんでね。
させない。
ヤシトラ？そこに義神獣がいて、今消滅した。ああ、その通りだが。義神獣も、他の人から転じた獣たちも、見えないからこそ見えていたわ。ないのよ、エーテルが。それは、どういう？月の監視者が言っていた言葉。古代人たちは、天脈が循環不全を起こしている場所から、星が、まさにその通りだったんだわ。人から獣に転じた瞬間に、エーテルが体はもちろん、魂まで。何一つ。でも、義神獣は何か言ってるみたいだった。そうね。完全に腐り果てる。そんな、それじゃあ、私たちの知っている方法では、いえ、完全に無になってしまうのだもの。正解にすら帰れないのか。異形の獣たちの勢いが、おと、義神獣が群れの長たる役目を持つならば、あるいは元は皆サベネアの子だったと。ブリトラ様、皆さん、よくぞご無事で。
いいのか、竜の姿を見せて。ええ、彼らは真実を知る腹心たちです。恐れながらプリトラ様、この悪夢のごとき最悪を前にして、今こそ強き大使が必要なのです。どうか真相を告げ。何を馬鹿げたことを。この惨劇の中で大使まで竜であったなどと言い出せば、私はこのまま大使の盟友たる竜として獣たちを払い続ける。民に寄り添い、すまないが、暁の皆もこの事態を究明し対策を立て。おい天竜、俺を連れて行け。空中戦にも多少の自信はある。話を聞いていなかったのか。こちらは私一人で。エステニアン、受け取れ。お前が面倒くさがって持とうとしなかった暁のリンクパールだ。ブリトラが別行動するっていうなら連絡手段がいるだろう。だそうだ。加減をしない。振り落とされても構わないなら背に乗るがいい。上等だ。申し訳ございません。ブリトラ様のおっしゃると。もちろんです。私たちはそのためにこの地重ねて感謝。ひとまずはラザハンの都まで戻るといたし。